宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。今日も尾身会長お忙しいところありがとうございます。今朝、専門家の皆さんの強い意見で、北海道、岡山、広島が緊急事態宣言の地域というふうに加えられました。それで北海道については確か先週のここの委員会でも北海道ということは言ってなかったですけども、付け加えるべきところがあるという意見が出てたという話をしていたというふうに思うんですね。で、今日も議論になってますけども、札幌あるいは岡山についても、正直ゴールデンウィークの前だとかですね、もう少し前から医療はなかなか大変な状況だということがですね、報道でも言われていたと思うんですよね。で、確かその先月の半ばに分科会でサーキットブレーカーを作るんだという議論があって、指標が新たに示されたというふうに思うんですけれども、今回はこのサーキットブレーカーというのはですね、これはうまく機能したんでしょうか。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。サーキットブレーカーということで、具体的な強いアクションを打って、重点などをですね、打っていただきたいということで、さらにそのための指標を作ったのが、確か私はあれ、4月の15日だったと思いますが、大阪なんかも含めて、重点を始めたのは残念ながらその前だったんですよね。で、我々ももうもっと早くできればよかったと思いますけど、そういう中で結果的に見ると、私はもう関係者は一生懸命努力していただいたと思いますけど、いろんなことを後から考えますとね、重点措置についてはこれからももう少し早くやる必要が私あると思って、そういう意味では私どもがこの前 お示しした、あるいは緊急事態宣言を出す条件ではありませんので、それよりも早くという、そのための指標をお示したので、これから特にですね、他の県もまた重点措置を出す必要が出てくる可能性があるので、遅くなると緊急事態宣言まで行っちゃう可能性もあるわけですよね。そういう意味では私は国及び自治体の皆さんには、重点についてはなるべく早い時期に出していただいて、目をつぶすと、ハンマーを叩くということが必要なんで、そのことは少し改善の余地があると思います。宮本徹君。ありがとうございます。確か緊急事態宣言に至らないようにするために、ステージ3の段階で医療の逼迫がこの先起きそうだというのが見えた段階で、やっぱり重点措置をやる必要があるんだというのが、サーキットブレーカーの議論だったというふうに思いますので、そこは政府でもですね、少し遅れるとやっぱり緊急事態宣言のところまで行ってしまうというのが今回の広島、北海道、岡山のことだと思いますので、ぜひですね、尾身会長の言葉を受け止めていただいて、改善を図っていただきたいと思います。それからあと、これは前回の続きなんですけれども、5人に4人は他人に変異株でも感染させていないと考えるというお話が、ありました。で、5人に1人が他人に感染させることで感染が拡大しているということなんですけれども、そういう点ではクラスター対策が大事だということが引き続き言えるわけですが、クラスターはこの間、3つの密だとか、あるいは5つの場面だとか、起きやすいところはどこなのかということが、繰り返し示されてきたわけですが、その環境という条件と同時に、多くの人に感染させやすい人がいるんじゃないかということも指摘されているわけですけれども、そういう理解でいいのか、そして他人に感染させやすい人というのは、そういう特徴というのはどこまで分かっているのかというのを、もし分かれば教えていただければと思います。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。委員ご指摘のところ、非常に重要なところで、いわゆるスーパースプレッダーというようなものは結果的にいるということは、そういう人がいないと説明できないということで、スーパースプレッダーイベント、あるいはスーパースプレッダーということを、我々そういう概念を提示させていただいているわけですけど、そのじゃあ、一体誰がということですけど、これ実は
スーパースプレッダーイベントが起こるところは、その本人、ご本人、私がはいつもスーパースプレッダーっていうわけでは必ずしもない、環境の問題があって、ホストの問題があって、あと受け手の問題がある、そういうさまざまなあの要素の絡み合いで結果的に上がるので、何かを検査をすれば、じゃあウイルス量が多い、CT 値が多い、CT 値がまあ少ないということで、そういう人が必ずスーパースプレッダーになるかどうかっていうのはなかなかわからない、今のところは。と同時に、今ご指摘の無症状者と有症状者、どっちが感染を起こすかというと、これは実は驚くことに、無症状者の人とほぼ同じぐらいの割合なんですよね。で、実はしかしそれは、なんか無症状者の人がもうみんな打つということですけど、我々の解釈は、無症状者の中にも2通りあって、発症日2日前の無症状者っていうのは、実はこれ、かなりウイルス量が多いんで、その人たちのことがまあ結構影響するので、まあ、統計としてはかなり多くなるんですけど、実はやはり他の人に感染をしやすいというのは、発症日、2日前から発症後、数日の間ですね、そういうことが分かっているので、まあ、あのスーパーでは分かっていますけど、じゃあ誰がスーパースプレッダーというのは、ホスト側と、まあ、環境側というようないろんなファクターが、ね、残念ながら今のところは分かっておりません。宮本徹君。まあ、じゃあこれはさらに今後の研究、まあ、世界的にはその、体格がかなりある人じゃないかだとか、あるいは年齢だとか、こういうこともいろいろ、まあ、言われているみたいなんですけども、まあ、そこはまだ定かではないということで、まあ、研究の進展を増したいというふうに思います。それと先ほど、まあ、うつす時期というのは、まあ、無症状にも2通りあってということで、まあ、発症前の方がかなりうつしているだろうということなんですけども、この間その言われているごく初期症状の人が、まあ、そのまま働いていると、そこで広げているという話があるんですけども、このごく初期症状、本人はコロナだと全然思っていないですね、このごく初期症状と先ほど先生が言われた発症2日前の人の関係というのはどう理解すればいいんでしょうかね。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。実はあの委員、大変重要なことをご指摘いただいてて、実はもう私らたちはあの去年の、初期の頃から、実は症状が現れる前の、まあ、前駆症状のようなものがあるのかどうかというのが、我々にとって極めて重要な、まあ、リサーチクエスチョンだったんですよね。で、これについて何か分かれば、典型的な症状が現れる前の何か、まあ、ちょっとした軽症状といいますか、前駆症状というか、まあ、体調、こういうことを知りたいという思いがずっとあって、何かできるかということで、なかなかこの世界的にもなかなかそういうしっかりしたスタディはないと思いますけど、しかしここに来て、あのこの前申し上げた抗原検査のキットを使うというその根拠の中 の申し上げたのは、実は世の中には結構多くの人が軽い症状をで働いている人が、まあ、あるところ自治体の調査によると、驚くことなかれ 7% から 10% いると、これはかなり1割近くがいるということで、その人たちを検査をすると、もう圧倒的に無症状のような人とに比べて陽性率が高いんですよね。したがって、私はこれから、いわゆる先生のおっしゃるその発症日2日前のと、その微細、体調不良というところが、多少私はオーバーラップしてるんじゃないかというふうに今、推測をしております。で、その人たちを、まあ、ディテクトするのに、非常に抗原、先ほどのちょっとした体の具合が悪い人を探知できれば、まだ症状出てないから、病院に行ってないわけですよね。で、そういう人が中には他人にうつす、もううつしてるかもしれないから、その何人かが症状がある人が、で抗原検査で2、3人職場で分かれば、もうそこを広範囲に、今度は PCR で、いわゆる無症状者
まあ、濃厚接触者とも言ってもいい、かなり広範囲にあの検査をすれば大きなクラスターを防げるんじゃないのかというんで、まあ、あのここに来て、しかも抗原検査キットたくさんあるわけですから、ワクチンがあの多くの人に行き渡るまでしのぐための一つの対策の一つの柱としてやっていただきたいと思っております。宮本徹君。つまりその発症2日前からかな移すていくと、かなりウイルス量があるという人と、そのごく微細な症状がある人は実はオーバーラップしている可能性がかなりあるということの理解でいいわけですよね。よければうなずいていただければという、いや、うなずいて、ちょっと違います。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。大事な、よろしいんですか。そこはもう非常にあの学問的に興味があるというところだと思いますが、それを全くその2つが一緒だというところまで今我々は確信を持ってありませんが、人とそういうことの、その無症状の人の一部は、あ、ごめんなさい、軽い症状の一部といっても実はコロナで症状がある人じゃない人がいっぱいいるわけですよね。そういう意味ではその一部は確かにその全発症前の2日ということもあり得ると思うけど、全くの同義ということは多分ないんだと私は思います。宮本徹君。わかりました。あの、まあ、重なり合う部分があるということですから、まあ、そういう点で言えば無症状者に対して、まあ、クラスターになりやすいところで PCR 検査をこれ頻回にやるというのも大事だし、今度の、ウイルス量が多い人が捕まる、抗原検査キットも頻回に活用していくというのが非常に大事だと、この両方をやっていくのが非常に大事だということだと思います。その上であの抗原検査のキットなんですけれども、先日 の商売さんの答弁を聞いてましたら、一つはその、まあ、重症になりやすい方がたくさんいるところからまずやるんだということで、医療機関、介護施設で、まあ、特養ホームや老健施設ということを言われたんですけれども、まあ、重症化しやすい方々っていうのは、合わせてその介護でも、デイサービス、だとかですね、まあ、居宅介護系のサービスでもですね、まあ、クラスターは発生してますよね、この間。そういうところも含めて、で実はそういうところってあまり PCR 検査やられてないんですね、それの自治体でも漏れているところであるんですけども、今度の抗原検査っていうのは、私は使った方が、配布した方がいいと思うんですけども、その点の検討はどうなってるでしょうか。塩林健康局長。3月あの、まあ、特に高齢者施設とか医療機関で の検査について、まあ、積極的にやっていただくように、まあ、特にあの緊急事態宣言下の10都府県についてそういうお願いをし、で4月から6月にかけてあのそれ以外のところもということでお願いしてましたが、あの自治体によって様々かなと思います。あの入所系だけにターゲットを絞っている自治体もあれば、あの通所系のところをやっているそういうところも含めて検査しているところもあるかというふうに認識しています。宮本徹君。あのそれはあの PCR ですよね、今で東京なんかで言えばもう基本はこの、中心的には入所施設を週1回、やれるだけの予算というのはつけて、スタートしているわけですけれども、で今度の抗原については、その入所施設以外のところ、いや私が聞いているのはですね、前回の局長の答弁が、青山さんの答弁が医療機関、特養、老健という3つを挙げてましたので、重症化リスクが高い方がたくさん集まってクラスターがこの間起きている場所というのはデイサービスだとか訪問介護の事業所も含めてあるので、そういうところもこの抗原検査キットは配る対象に入れた方がいいんではないのかと、こう申し上げているんですけど。塩林健康局長。あのご質問はあの例の800万の、あ、そのことですか。あのそれについてはまだあのどういう方々を対象にするかというのをあの検討中のところでございます。宮本徹君。いや、あの検討中だと言ったので、私はそういう提案を差し上げているということは、ちょっと、まあ、塩林さんもなんか先ほど2時間しか寝てないって言ったら、あまり大臣、田村厚生労働大臣。あのこれですね、あの、まあ、高齢者施設等々っていう話がありましたが、
そもそも分科会の方はですね、企業も含めていろんなご提案いただいております。で、問題はやってもらわないと意味がないんです。症状がある方にじゃあこれ使おうじゃないかということ、これいつも私申し上げますけども、積極的にじゃないと渡しても聞く宝の持ち腐れになりますの で、そういうところをしっかりと我々ですね、聞き取りさせていただくということは重要だというふうに思っています。その上で言われる通り、介護施設だけじゃなくて、そういうような、通所施設でありますとか、場合によっては訪問施設もあるかもわかりません。そういうところも含めてですね、積極的にやっていただくところがあれば、それは十分に我々も検討の対象にさせていただきたいと思いますが、高齢者施設だけになるかどうかというのはちょっとこれからの検討だということでご理解いただければありがたいと思います。宮本徹君。もちろん私は高齢者施設だけと言ってるわけじゃなくて、まず一番初めはまず重症化リスクが高い方がいるところにまず届けるのが一番だろうというので申し上げているわけですが、その上で、どこで活用するのかと、 さらにですよ、さらにということを考えた場合は、クラスターが大規模化しやすいところに使っていくというので、尾身会長のこの間のペーパーなんか見ますと、部活だとかですね、あるいは職場ということも書かれていたと思います。で、800万だけでやるのかっていうのもありますけど、もっと増やした方がいいんじゃないかと私は思ってるんですけども、例えば、変異株は、子どもも同じように移すようになってきているわけですよね。で、この間のクラスターの発生例を見ましても、例えば学童クラブで発生したクラスターが学校に行ったり家庭に行ったりっていう大きなクラスターになっている例もありますし、保育園も、子どもたち自身は重症化するわけじゃないですけども、保育園で子どもたちも含めてのクラスター発生した場合は各家庭に行ってそこから職場に行く可能性もあると。で、保育園の場合はマスクをしてないとわけですよね。当然子どもたちの成長のためにマスクを外してやってるというのもありますから、そうした800万をどうまず配るのかというのは、重症化リスクがあるとかは最優先にしてもですね、さらにクラスターがですね、波及効果が高いところですね、こうしたところをやっぱりしっかりと位置づけていく必要があるんではないかというふうに思いますし、そういう点で言えば800万にこだわらずにというふうに思ってますが、その点大臣いかがでしょうか。田村厚生労働大臣。今申し上げました活用いただけるところにですね、しっかりと、今言われたようにクラスターが起こりやすいところを中心にですね、それはまずはこれはインフルエンザの時にですね、生産いただいたものの使われていないものでございますから、これを買い上げてですね、配らさせていただく。で、その過程で多分有効性というものが分かってくると思いますので、それを踏まえた上でですね、非常に有効だということであれば当然のごとく、それからさらなるということも検討させていただきたいというふうに思っております。宮本徹君。幸い PCR よりも安いという利点もありますし、迅速性という利点もあって、簡便だという利点もありますので、どんどん活用していく作戦を考えるのが大事かなというふうに思ってます。あとですね、これは尾身会長にもお伺いしたいんですけども、そういう職場だとかいろんなところを配っていくと、部活も含めて配っていくと、私、部活は大学だけじゃなくて、高校も。の部活の寮なんかでもですね、これはかなりクラスターが出てますので、高校大学寮だとかですね、マスクを外してやる部活っていうのはどんどん配るのが大事だと思います。その上で、その本来のあり方というのは、ごく軽い初期症状の場合は仕事に行かずに休んでもらうというのはですね、本来の私はあり方というか、厚労省自身がですね、こう呼びかけてますし、私もそれはごく軽い症状の人はぜひ検査を受けてくださいというのをもっと告知してくださいというのを大臣にもお願いした覚えもありますし、お医者さんの側も検査してくださいというのを案内してくださいということもですね、大臣にお願いしたこともあると思います。ですから、本来はごく軽い症状でも仕事や学校に行かずにですね、やっぱり検査を受けてもらうというのがですね、国民医療機関層に対してもこれは啓発が大事なのかなと思ってます。ただ一方で、病院に行くっていうのは、確か医療機関に行くっていうのはハードルは高いんですよね。初心ね、そんな軽いので来たのかっていう目で見られるし、もうごく初期症状だってね、喉の違和感だったり鼻水だったり咳コンコンというのが、厚労省のクラスターの検査でも、クラスター老健局のクラスターでもそんな話を伺ってますので、
そういうことを考えるとですね、合わせて私は例えば薬局にですね、抗原検査のキットを配って、なんか調子が悪い人はどんどん使ってくださいよと、こういうこともですねやってですね、やっぱりごく軽い初期症状の人がしっかりとですね、検査を気軽に受けてもらえると、こういう仕組みを作る必要があるんじゃないかと思うんですが、この点尾身会長のお考えをお伺いしたいと思います。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。私はこの抗原検査キットは万能ではありませんけど、使い方によっては極めて有効になる可能性があると思いますが、そこで2つ乗り越えなきゃいけない課題があると思います。一つは今実は薬局に行って言ってみれば誰でもどこでも家庭にもということですけど、実は一つこの今のところの課題はこの検査の結果を読むというのに、これがちょっとここが一般の人では読めないんで、医師のサポートが必要で、このサポートがどこでもあればできますけど、結局ここでなかなかしっかりとした経験のある人がいないと迷って判断ができないということで使い勝手が悪いという部分はあるんですね。だからその部分はしっかりリアリティとして認めて、例えば、ある専門家はそれスマホで写真撮って送って、それを誰かに診断してもらうと、非常に熟練した人が見れば簡単ですから、そういうことも一つ乗り越える課題。あとはもう一つは大臣も田村大臣もちょっとおっしゃってましたけど、これやってもらうために、特に必ずしも企業の体力がない会社なんかでは、万が一職員が発熱になってそのポジティブになったら休むことになる。そうすると会社の経営、あるいは本人も非正規の雇用だと、解雇される。このことはその特に企業としての体力がないところが、ただ大学なんかは私はこれはなぜこれや今我々がやってる、一人一人の感染を絶対にゼロにしたいということじゃなくて、医療の負荷を取るために大きなクラスターを防ぎたいということが一つと同時に、大学なんかで我々がこれを推奨、大学生はクラブ活動をやりたいですよね、学校で対面でやりたい、その時はこのちょっとしたことを、で学校には講師なんかいますから、そういうことで私は小さな企業よりもはるかに大学なんかは、私は医療機関がまずですけど、その後はそういうところもぜひ政府としては考えていただければと思っております。宮本徹君。検査結果の見方というのは医師が見るというのは基本はそうだと思います。それをどこで見るのか、薬局なんかだと薬剤師さんというのは一定の知見を持っている方ですから、そういうことがある意味やれるところなのかなということで、私は提案させていただきましたので、ご検討いただけたらというふうに思います。尾身会長、今日もお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。それでちょっと大臣にお伺いしたいんですけども、先ほど中島委員からもお話ありましたけども、本当に、自宅療養されている方がたくさんいらっしゃる状況で、明石の保健所長さんの話も私も新聞報道見ましたけども、本当に必死でですね、デキサメタゾンと、酸素を持ってですね、訪問して歩いているという状況であります。一方京都では20代の基礎疾患がない方が入院したいと言ったけども入院できずにですね、何の治療も受けられないまま亡くなるということもありました。やっぱりそのそれぞれの地域でやっぱりその少なくともやっぱりステロイドがですね、デキサメタゾンがちょっとイベルメクシンと言わないと怒られない、そこはいいです。デキサメタゾン、これが今認められているわけですから、サイトカインストームを止めるという点で言えばステロイド、デキサメタゾンというのが非常に大事なわけですから、重症化防止の診療ができる体制をやっぱり早急に作らなきゃいけないというふうに思うんですけども、これはどこまでどう進んでいるのかというのを厚労省としてはしっかり把握されているんでしょうか。田村厚生労働大臣。
これ先ほど申し上げましたけれども、もう何度もですね、自宅療養に対する対応、パルスオキシメーターをちゃんと配布いただくでありますとか、それから健康観察もこれ外部委託も含めて、医師会等々に対応いただく、それから往診の対応、いろんなことをお願いしですね、これ今も5月、5月の末までにっていうのはそれで、あくまでも、いいものというか、ちゃんと一般医療と両立できるようなものを作ってくださいということで、それまでにも感染は拡大しますから、ダブルトラックでというお願いをその中でしているんですが、そこにおいてはですね、今般、自宅療養者に対する取り組みとして、千葉県、大阪府、兵庫県、それぞれにおいてもですね、自宅療養者への往診等を行う医療機関に対する支援でありますとか、それから、これも大阪、東京、神奈川、これに関しては、往診等への医師会、民間事業者の委託、こういうことが行われてはいるんですね。ですから、先ほどは大阪だとか兵庫の話が出てきておりますが、一応こういうような国からの、いろんな、なんと言いますか、それこそ通知を出させていただく中で、それぞれのところで対応は一応していただいているという報告はあるんですが、しかし感染が急拡大をするとですね、それに追いつかないというような事態が起こっているのが特に関西であり、一方で東京は感染拡大してますけれどもですね、大阪のような急激な拡大ではなくって徐々に拡大しておりますので、東京も大変ですよ、大変ですけれども、在宅も一定程度の対応をやっていただいておるということでありますから、そういう意味ではですね、やはりこの急激な感染拡大、年末年始もそうだったんですが、これをいかに防いでいくかということをしっかり対応しないと追いつかないということが起こってくるというわけでありまして、我々いつも反省ばかりで申し訳ないんですが、このような時にも対応できるような体制をですね、しっかりとお作りをいただくように、これからもですね、我々支援していかなきゃならんなというふうに改めて今感じております。宮本徹君、ワクチンについてはね、支援の体制かなり作ってですね、やろうってことになってるじゃないですか。この面についてこそ、とりわけ今本当に急激にその入院できないという方が増えてきている地域って分かっているわけですから、そこについてはやっぱり懇切丁寧にやっぱり支援をしていくと、そういうチームを作ってですね、やっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。それから残り時間短くなりましたので、ワクチンの副反応疑いについてお伺いしたいと思います。5月12日の報告のものは見ましたけれども、接種後にですね、亡くなった方、あるいは重篤な有害事象が起きた方々について、既往症だとか接種時の体調だとか、何らかの傾向があるのかということとですね、アナフィラキシーを除いて、ワクチン接種者と非接種者とを比較して、ワクチン接種者に多いことが見れるような重篤な有害事象というのはあったんでしょうか。蒲田医薬生活衛生局長。お答えいたします。5月12日の審議会にはですね、5月2日時点での推定接種回数382万3000強の方についてでございますけれども、接種後に亡くなられたという方は、39例という方でございます。死亡と報告されたものが39例でございました。また、重篤な有害事象というお尋ねでございますけれども、医療機関からの報告につきましては5560件ございましたが、うち重篤として報告されたものは642件、それから製造販売業者、いわゆる企業からでございますが、重篤と判断された症例の報告は1362件でございました。またそうしたことにつきまして、何らかの傾向があるかということでございますけれども、専門家の方々にですね、ご議論いただきましたけれども、各事例に共通するような特定の要因等につきまして、特段の指摘はなかったということでございます。さらにお尋ねの、
アナフィラキシーを除いてですね、ワクチンの接種者と非接種者を比較するかどうかということなんですが、ワクチン接種に伴う有害事象を比較するためにですね、ワクチン接種者と非接種者の比較を行うということはですね、まあ、実際上困難ではないかというふうに考えているところでございます。宮本徹君。失礼しました。ワクチン接種者と人口ですね、だから一般的な接種非接種関係なく人口との関係での比較っていうのは脳出血について先日やってたというふうに思うんですけども、ちょっともう時間来たから終わりますけれども、そのぜひですね、その、まあ、一般的なそれぞれの疾患での死亡率っていうのは年代ごとに出てますよね。年代ごとにで、ぜひその年代ごとの2019年のそれぞれの疾患の死亡率とこのワクチン接種者との比較なんかもですね、やっていただきたいと思ってるんですよね。それもし何らかの多いものがあるだとかってことになったら考えなきゃいけないですし、というのもですね、例えば脳出血で私も調べてみたら20代後半で脳出血で亡くなった人ってのは2019年13人なんですよ。13人なんですね。だからまあ本当に滅多に起きないことが起きた。それは偶然なのかワクチンなのかって全くわからないっていうのが今の結果だというふうに思います。で、これはですね、やっぱりそれぞれ年代ごとについてしっかり調べていかないと、まあ、ある先生によればワクチンの量が多いんじゃないかっていうようなことを言う先生もいらっしゃるわけですよね。それは定かかどうかはわからないですけれども、ぜひですね、この要望ですのでよろしいでしょうか。大臣うなずいていただいたので、よろしくお願いいたします。今度結果をお伺いします。ありがとうございました。次に青